皆さんこんにちは。今日は久しぶりにコストコの購入品をご紹介します。はい、まずは牛豚合いびき肉です。牛が7割、豚が3割、赤身が 80% ということで見た目もかなり赤いです。私が購入したものは 2066g で 2231円でした。こちら小分けする動画も撮っているのでまた別でアップします。はい、次は桜鶏のささみ 2.4kg 1868円です。4パックに分かれていて、すでに筋切りがされているということで調理しやすいかなと思って買ってきました。で、これも小分けの動画を撮影したんですけど、薄い筋は残っていました。でもそのまま調理してみたところ全く気にならなかったので、これはもうこのまま使っていいと思います。こちらは冷凍しじみです。砂抜き不要で冷凍庫に入れておけば、このままお味噌汁にパッと入れて使えます。これはジッパーがついていてすごく便利だと思いました。で、いつものエビが1558円。これも下処理が済んでいるので冷凍庫にあるとすごく便利です。尾がないタイプや大きさもいろいろあるんですけど、我が家はいつもこちらを買っています。はい、次は大豆まるまるお豆腐。おからを出さずに大豆が丸ごと入っているお豆腐だそうです。こちらは少しお値段が高めで、小さいお豆腐が4パックで498円です。でも1パックのお豆腐の中には大豆が約110粒使用されているそうで、食品添加物は不使用。それを聞くと高いのも頷けるんですけど、このままで十分美味しかったです。次はオーガニック有機育ちの納豆 30g が9パックで338円です。カップは小さいんですけど、中の粒は意外と大きくて、味は他の納豆と似ていて特に大きな違いは感じられなかったんですけど、タレは有機醤油、からしは無着色です。こちらはゴーダシュレッドチーズ1キロが798円です。我が家はパスタだったりハンバーグだったりグラタンだったり、結構このチーズを使うことが多くて、冷凍もできるので今回は大容量を買いました。次は和歌山県産のホワイトマッシュルーム698円です。すごく大きくてお買い得だと思います。まずは玉ねぎと一緒にミルクスープを作ってみたんですけど、バターで炒めて塩コショウだけでも十分美味しかったです。キノコ類も冷凍できるそうなので、これも小分けして冷凍しました。こちらはロングカットしめじ399円です。これは石突きなしで 500g 入っているのですごくお得だと思います。やっぱり石突きをカットする手間がない分すごく使いやすいですし、冷凍した後も保存して使いやすいようにジッパーがついてくれているのも嬉しいです。こちらは福岡県産の花姫トマト399円です。息子がトマト大好きで、いちごを食べるように夕食後トマトを食べているんですけど、こちらもデザート感覚で食べられるんじゃないかなと思います。実際このトマトは甘くてとても美味しかったです。こちらは熊本県産のオーガニックベビーリーフ498円です。5種類の野菜が入っていて、ジャスマークがついているのも安心できます。量が多いので濡らしたキッチンペーパーをかぶせておくと少しは長持ちすると思います。次は三陸産のカットわかめ1080円です。増えるわかめはお味噌汁にパッと使いたい時にあると便利です。で、もうなくなりそうだったのでリピ買いの日高昆布 130g が2袋入って1080円です。こちらもリピートのクゼ福万能だし1498円です。里面の調理例を見ると、茶碗蒸し、そば、うどん、鍋、炊き込みご飯、チャーハン、焼きそばと、だしを取ることもできますし、中身を出してふりかけで使うこともできる万能なだしパックです。こちらはそのまま食べられるもち麦980円です。今まではご飯を炊くときに一緒に入れるタイプを使っていたのですが、それだと夫と息子は食べてくれないので、自分のご飯だけもち麦を入れて炊くという結構面倒なことをしていたんですけど、これは袋から出したらそのまま使えるとても便利な商品です。個包装でとても使いやすいと思います。次はマクロのツナフレーク 80g が16缶で1498円です。
味もいいですし、あっという間に使ってしまうのでまたリピしました。そしてフライドオニオン698円です。最近ベビーリーフに混ぜているので大きいサイズを買いました。これをかけるとサラダがたくさん食べられて美味しいのでお気に入りです。次はピザです。今回はパンチェッタとモッツァレラのピザにしました。1498円です。ピザはよくデリバリーするくらい好きなので、家に冷凍して置いておこうと思って買いました。お昼ご飯なんかにもあるととても便利です。そして山本コーヒー 1kg は968円です。このコーヒーも詰め替えて残りは冷凍します。味ぽんは1リットルで378円、安いですよね。これも何度もリピしています。みちょはザクロを買いました。2本で998円です。これは風呂上がりによく飲んでいます。そしてそのみちょを炭酸水で割って飲むのが好きなので、今回はペリエ 500ml 24本も買いました。こちらは1668円です。次はベルギー産の発泡酒24缶を2ケース買いました。1ケース1998円と日本の発泡酒よりもかなり安い価格でしたが、味も良かったです。黒ビールが好きな方にはお口に合うと思いますし、外国のビールだなという感じでした。この価格でこの味なら十分かなと思います。はい、ここからはパパパッとご紹介します。アサヒゼロは2233円、千枚コシヒカリブレンドは3198円、ペーパータオルは2498円、調理に使える岡本グローブは788円、トイレクイックル12個入りで1658円、息子リクエストのハリボーグミは1480円と以上です。はい、今回は久しぶりに買い物に行ったのもあって全部で30点、合計金額は 39,077 円でした。少し買いすぎたかなとは思うんですけど、どれも試してみたい商品ばかりだったので満足はしています。次の動画ではお肉やピザの小分け動画をアップします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。